はい、レオンチャンネルです。テレビくん11月号が発売されましたので、今月も付録と本誌を確認していきますが、今月号は表紙云々の前に付録からの情報量がすごくって、メインアイテムとしては立体組み立て付録、仮面ライダージオ、ジャンボスロットパチンコ、これがありつつ、ぶっ飛ばソウルから見たことないアーマーを装着してるジオウがいたりとか、ジオウ全アーマー顔文字ポスター、これがすごくって、ペラッとめくると、君は読めるかな？顔文字ポスターと書いてあって、真ん中にジオウがいて、右にゲイツがいますが、読めるかなってことで、ライダーの文字は普通に読めるんですが、ここに見たことない顔のゲイツがいたりとか、見たことない顔のジオウがいたりとか、見たことのないゲイツ、見たことのないジオウゲイツって感じで、もうこの時点で最新情報半端ないですよね。てか神のアーマー出るんだ。そして最速でぶっ飛ばソウル化されたジオウオーズアーマー、オーズが映っててシルバーフレームで残属性の5500で、これはタトバというかスーパータトバっぽい。頭部にかなり派手なタカと、思いっきり両肩トラですもんね。で、下半身が抑えめなバッター。これ、おもちゃ化したらすごそう。そして今回の売りのスロットジャンボパチンコは本当に大きくて、いろんなライダーのライドウォッチとか年号があったりとか、上の部分に回転する年号があったりとか、相当手の込んだものが完成しましたね。ここに玉をはめるところがあって、こうやって動かすと、ほら年号が回転するんですよ。ものすごく巨大なことが分かりますし、付録レベルを超えてる気がする。で、こういう小さい玉がありますので、これを入れて、で、引いて、スタート！はい、そうすると、今はエグゼイド2016にはまりました。じゃあ次はジオウの2018を狙ってスタート、ゲームスタートって感じ。あ、しまった、両方ともエグゼード。ここがさ、回転するのすごくない？はい、このようにドーンと玉を出して、玉を、はい、出して、お、来た、ジオウ。これでもゲイツとか下の方まで玉を下げようと思うと大変そう。お、お、あ、今ビルドまで来た。もうちょっと強めに行けばいいのか。で、こっちからゲイツ狙おう。ゲイツのところ乗せたい。せい、わ、あー、あー難しい。あ、難しいな。2個同時とかいける？2個入れて、あ、いけるいけるいけるけど、割と上の方で止まっちゃうな。下の方来たんだけど、スタート。おお、ビルドで止まる。理想はこう行って、はい、ゴースト、この辺行きたい、ゲイツまで行きたい。これ普通にめっちゃ楽しい。わあ、ここまで行ったのに跳ねた。やばい、今月号はもう本誌の紹介の前にこれで遊んだら終わる動画が終わる。いや、これめ、あー、よし、ゲイツ来た。オッケー、こんな感じで普通にスロットパチンコゲームとして遊ぶことができますね。この巨大さ、ほんと付録レベルじゃない。今ちょっと動画を撮るために高めに置きましたが、標準はこの高さで、これならもうちょっと滑らかに飛ぶかな。あ、さっきよりマイルドに弾が落ちてくるような形でございます。では本誌も確認しましょう。というか、表紙の時点で相当見たことのない情報だらけなんですが、まずめくるとすぐ顔文字ポスターがあって、そうね、予告でもあった仮面ライダーフォーゼ関連とかフォーゼアーマーのことがしっかり載ってますね。あ、これは、あ、でもオーズアーマーすごっ、オーズアーマーすごっ。みんなが予想してるより、さっきのぶっ飛ばソウルで見た状態よりインパクト強い。で、あー、なるほどね。そのライダーのアーマーもあるんだ。わ、アナザーライダーもか。わー、ゲイツの、ゲイツの、ゲイツのこのアーマー、何これ。すごい、もうなんかもう中間パワーアップフォームみたいになってんだけど。で、あー、神のね、神の恵みを受けた状態のゲイツとかも映っております。
で今後の展開がちょこっとあったりとか、今後発売されるウォッチのこととか、あ、これかなり重要な情報じゃないですか。10月15日発売のプレミアム価格1900円、スーパーテレビくん仮面ライダージョー平成ライダー超ファイルにレーザーのライドウォッチが作って、絶対欲しいし、これはかなり重要な情報ですから10月15日皆さん忘れないように。超前週の限定販売のことも載ってますね。でガンバライジングとかシンブットバソウルとかプライムローグ、これは先月から始まった応募者全員有料サービス2300円で買えるやつの情報も載っております。お、ウルトラマンルーブの、あーやっぱりそうか、武器武器武器、あ、すごい武器、あ、武器来てるし、サキちゃんのね、あ、こういうの、なるほど。で、ルパパとは新ロボ情報ラッシュ、これとかあれとかそれとか、え、3体もロボの情報が来てますね。あ、違う、3体じゃない、もっとか、え、何これ。ルパパと終盤に差し掛かる前に新ロボラッシュかも。あとはおもちゃ情報ページに、あ、さらっとちょっとデラックスのジオ関連のすごいのが載ってますね。あ、そういうのも出るんだ。ファイズフォン以外にも、そういうのも出るんだ。レジェンド関連の。そして今日の教えているオンチャンネルは58ページで、この新しいシンカリオンの、ついに登場、最強シンカリオンのドクターイエローをレビューしたいと思います。ではテレビくんの最新情報と教えてレオンチャンネルの動画は概要欄にリンクがありますので、そちらからご確認ください。以上、テレビくん11月号の本誌と付録の確認動画でした。